こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、フランスリーグアンの王者でありますパリ・サンジェルマンに所属しておりますキリアン・エンバペがパリ・サンジェルマンを去った後の話をしていきたいなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速行っていきたいなと思います。まずは私松がラジオ収録している時点までのパリ・サンジェルマンの成績をご紹介しておきます。リーグアンの舞台においては現時点で第20節まで消化しておりまして、14勝5分け1敗、勝ち点は47ポイントで現在リーグアンの首位を走っております。追従するニースとの勝ち点差を8ポイント離しておりますので、現時点の成績から振り返ると残りのシーズンの安定感も間違いなく抜群であろうと思いますので、リーグアンの王者を勝ち取る可能性は非常に高いと思います。そしてパリ・サンジェルマンの目標でありますチャンピオンズリーグの優勝に向けた戦いなんですけれども、グループステージではドルトムントや AC ミラン、ニューカッスルなどと同じグループとなり、グループステージ屈指の死のグループとなりました。パリ・サンジェルマンをですね、非常に、苦しんだ中での、戦いだったので、簡単に通過するということはできなかったんですけれども、最終的にはですね、グループの中で、2位という順位を勝ち取ることに成功いたしまして、チャンピオンズリーグのベスト16の舞台では久保建英選手が所属しているレアルソシエダと、対戦することが決定しております。国内のカップ戦クープドフランスに関しても、現時点でベスト16まで進むことには成功しておりますので、シーズン3冠を達成する可能性を秘めているというチームでございます。そういったチームのエースを務めておりますのが、皆さんもご存知キリアン・エンバペということなんですけれども、報道の方皆さんすでにご覧になられていると思いますが、レアルマドリードへの移籍がほぼ確定になってきております。キリアン・エンバペ本人がパリ・サンジェルマンと契約を延長することを拒否したという報道も出ておりますし、レアル・マドリードのみがキリアン・エンバペと交渉することができるのではないかという報道も出ていたりなど、相思相愛の関係のもうラストチャンスということにもなっておりますので、間違いなく、キリアン・エンバペは今シーズン限りでパリ・サンジェルマンを退団し、レアル・マドリードに移籍することになるであろうと思われます。もちろん急転直下で、別のクラブに移籍したり、パリ・サンジェルマンでもう残りのシーズンも過ごすという決断を本当にギリギリのタイミングで、考えを変えるということもですね、少ないパーセンテージですけれどもありえはしますが、キリアン・エンバペの夢はですね、レアル・マドリードでプレーをすることでしょうから、ほぼ間違いなく退団することになるであろうと。となれば一番気になるのは今後のパリ・サンジェルマンということで、来季以降の話をしていきたいんですけれども、現時点で、ルイス・エンリケ体制1年目で素晴らしい成績残してるんですけど、ルイス・エンリケはですね、バルセロナもしくはスペイン代表とか、ローマとかでもね監督をしていましたけれども、基本ベース 4-3-3 をベースに戦います。で、今シーズンベストメンバーが揃っていれば多分ゴールキーパードンナルンマで、フォーバックハッキーミ、マルキーニョス、シュクリニアル、ヌーノメンデス、スリセンターザイルエメリ、ウガルテ、ビティーニャ、右デンベレ、左エンバペ、ワントップコロムアニが多分ベストだと思うんですけれども、ただ、シーズン開幕して以降、全てのゲームを見ているわけではないんですけれども、直近のパリのゲームとか見ていてもエンバペが真ん中に入ってコロムアニが左に回ったりしていることがあったり、モロッコ代表でね参加していたハキミもうすぐ戻ってきますけれども、ハキミが離脱していたり、イガインがですね、韓国代表でアジアカップまだ戦っておりますんで、抜けたりとか、あとはセンターバックの人材で、ベラルトという人物が入ってきたり、ちょっとメンバー変更っていうのも結構コロコロと変えてます。例えば直近のストラスブール戦とかになるとゴールキーパードンナルンマで、フォーバック右からカルロス・ソレール、マルキーニョス、ベラルド、リュカエルなんです。で、3センターに、ファビアン・ルイス、ウガルテ、ザイル・エミリ。で、右にアセンシオ、左にコロムアニ、ワントップ、エンバペと。配置のところもそうですし、ちょっとキャラクターもだいぶ変えてきてます。
特にカルロス・ソレールを右のサイドバックで使っているのを僕も、最近見ましてちょっとびっくりしました。キャラクター的にはね、インサイドで使われるのが一番得意な選手なので、もう本当にね、そういった役割任せるのかなと思ってたら普通に幅取らせてたんで、まあ、ちょっとびっくりするところもあったんですけど、ただ、まあ、ルイス・エンリケもう本当にしっかりとこう右肩上がりでカルロス・ソレール高く、まあ、幅取らせたら、リュカがこうちゃんと絞って、まあ、3バック気味にして、まあ、ウガルテがアンカー気味で、まあ、状況に応じてファビアン・ルイスが起きてきたりとか、まあ、ビティーニャが降りてきたりするような形で、まあ、ちゃんと中と外の角度ちゃんと作りながら前進してるんで、まあ、さすがルイス・エンリケだなと。まあ、そこに適応してる選手たちもね、まあ、さすがだなとは思うんですけれども、まあ、その中でエンバペは真ん中の位置に入ってワントップのところに入って、もう左右流れながら、ボールに絡んでフィニッシュに絡んでいくっていう、まあ、仕事をしてるんで、まあ、いい意味でも、まあ、悪い意味でもそうなんですけど、まあ、ちょっとこう王様感が、まあ、出てきてしまっているのが今のエンバペだと思うんですね。で、多分ルイス・エンリケとしてもある程度引き込んだ中でスペースある中で一番決定力高いの、まあ、エンバペなんで、一番ゴールに近い位置で、しかもまあ抜け出し方とかめちゃくちゃうまいんで、まあ、真ん中に置いているっていうことだと思うんですけれども、まあ、エンバペが、まあ、去ってしまったことをベースに今回は話してるんで、まあ、エンバペが抜けたとしても、まあ、ルイス・エンリケであれば、まあ、しっかりと、個性に合わせた、まあ、配置っていうのをより一層作ってくるでしょうし、まあ、チームも仕上げてくると思うんで、まあ、来季以降も本当に注目のチームだと思うし、リーグワンに限らずチャンピオンズリーグの舞台でも大きな結果を出せるようなチームに、まあ、仕上がってくるんじゃないかなと思います。もちろんダメージがねないというわけではないので、まあ、そこはね、考慮しておかなければ、まあ、ならない部分ではあるんですけれども、まあ、そういったまあ、対談を含めて、まあ、他の選手の対談も含めて、まあ、今後の、まあ、来季以降のパリっていうのを考えていきたいんですけれども、エンバペ以外にもパリ・サンジェルマンを対談する可能性が高い選手は複数名います。あくまで私が選別してるんで、まあ、その選手はどうかなっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、そこはご了承ください。名前をずらっと紹介していきますね。ケーラル・ナバス、ノルディ・ムキエレ、ジュエル・ンドゥール、レイバン・クルゾワ、ゴンサロ・ラモス、カルロス・ソレール、ダニーロ・ペレイラ、マルコ・アセンシオ、以上になります。まずは、ナバスなんですけれども、契約満了です。今シーズンいっぱい でなおかつ年齢も37歳ということもありますんで、まあ、ドンナルンマから、ポジションを奪えてるわけではないですし、まあ、彼も年俸ね、低いわけではないので、パリが予算を抑えることをベースに考えると、対談することが濃厚であると。そしてノルディ・ムキエレ、冬のマーケットでバイエルンがね、まあ、手を出してるんじゃないか、まあ、実際交渉はね行われていたと思うんですけれども、まあ、決まらずにパリ・サンジェルマンに残留することが決定しました。2年前にパリ・サンジェルマンにね、まあ、加入した選手なんですけれども、まあ、カルロス・ソレールがですね、右のサイドバックで使われているということは、もうノルディ・ムキエレに対して、もう信頼感を持っていないということの表れなので、オファー次第でもう売却することがほぼ間違いなく決定するであろうと。特に、まあ、ルイス・エンリケ、もしチャンピオンズリーグのタイトルが取れなかったっていう状況になったとしても、これだけ、まあ、チームの成績が安定していて結果も出せていると、まあ、解任する理由はそこまでないと思うので、ルイス・エンリケが続投することをベースに考えると間違いなくムキエレは対談かなと。そして、シェール・ンドゥールですね。もう冬のマーケットでブラガにレンタルで移籍することが決定しているんですけれども、ンドゥールはですね、まあ、パリ今中盤がちょっと欲しいって言われてるんです、補強のポイントとして。でもその状況の中でも売却されたっていうことは、もうパリとしてもそうだし、特にルイス・エンリケとしてはもう使う予定がないっていうことがベースだと思うので、先ほどの、まあ、ムキエレと同じですけど、まあ、ルイス・エンリケが残る以上、ルールは、まあ、間違いなく、まあ、対談することになるのではないかなと。まあ、ブラガにそのまま完全移籍で移籍するっていうこともあるのかなと思いますね。はい。そして、レイバン・クルザワですけれども、まあ、彼もね、契約満了ということで、まあ、ほぼ対談は間違いないであろうと。やっぱり同じポジションには、ヌーノ・メンデスいますし、
リュカ・エルナンデスも、まあ、そこを担うことができるわけですので、まあ、彼もね契約延長とか、してしまうとまた予算割いてしまうことになるし、パリも、まあ、FFP の部分でお金がないわけではないんですけど、こう大盤振る舞いできるような状況ではないので、間違いなくクルザワはそのままフリーで退団することになるかなと。そしてゴンサロ・ラモスですね。まあ、来季以降ならちょっとわからないかなっていう部分もあるんですけど、まあ、冬のマーケットのタイミングで、まあ、一部ちょっと報道で、まあ、売却候補の一人なんじゃないかっていう情報が出ていました。まあ、彼はね、まあ、ワントップもしくはツートップの一角、もしくはトップ下で、こう、ハードワークしながら、まあ、起点力と、まあ、フィニッシュ使って、こう、ゴールに絡んでいく選手なので、僕は、すごく評価しているし、まあ、彼自身もねバイエルンのトーマス・ミュラーを手本にしていると言ってるぐらいなので、本当に気が利く選手だと思うんですよ。まあ、だけど、まあ、ルイス・エンリケの中で、まあ、使う場所があんまりないっていうことだと思うんですね。やっぱりインサイドはねザイル・エメリだったりとか、まあ、ビティーネもそうですし、まあ、来季別の選手入ってくるとか、まあ、補強ポイントって言われてるぐらいで、そこで使われてないっていうことなんで、まあ、使わない。で、ワントップっていうことになると、もうコロムアニがいるっていうところなので、まあ、4-2-3-1のトップ下とかだったらね、使ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ルイス・エニケ多分4-3-3崩すことあんまないでしょうから、まあ、ゴンサロ・ラモス、100億近いお金使ってね、まあ、獲得してきた選手だと思うんだけれども、まあ、別のクラブがオファーを提供してきて、まあ、金額もね、それに見合った金額が出てくるのであれば、まあ、パリは売却するんじゃないかなと思います。はい。そしてカルロス・ソレール、まあ、先ほどね右のサイドバックで使われているっていう話をしたんですけれども、まあ、彼も多分そこで試合に出たいとは思っていないと思うんですよ。まあ、試合に出られないよりかは出たいとは思ってると思うんだけれども、やっぱり中盤のインサイドのところで、まあ、試合に出たい、間違いなくそこを考えてると思うんですね。ただ本当だったら使ってほしいんだけれども、自分がそこで使われる可能性があるのにもかかわらず、まあ、中盤のポジションやっぱ補強したいって考えられているパリなので、多分ザイル・エメリとかビティーニャとかウガルテに対しては信頼感を持ってるんですけど、多分自分に対してカルロス・ソレールに対してはそこまで絶大な信頼を寄せていないんだろうなっていう、まあ、報道とか行動になってると思うので、本人としてもそこまで信頼感持ってもらえないんだったら、なおかつ右サイドバックで使われるような状況なんだったら、自分を欲してくれて、なおかつ中盤で使ってくれるようなチームからのオファーがあったり、まあ、もしくはサウジからね、高額なオファーが届いたりみたいなことになれば、退団するっていうことも、十分あり得るのではないかなと思います。そしてダニーロ・ペレイラですね。まあ、アンカーのポジションやったりセンターバックの一角になったりっていうところでね、プレーしている選手なんですけれども、フィジカルとかね、こう空中戦とかこう見た感じの強さっていうのはあるんですけど、まあ、アジリティとかスピードとか、まあ、そういったところはね、まあ、高いとは決して言えないし、やっぱりそのアンカーにおいてもセンターバックにおいても、こうマルキーニョスとかシュクリニアルとかウガルテを差し置いてまで、まあ出すかって言われるとやっぱりそうはならない、選手に、まあ、現時点では評価としても下されてるし、まあ、僕としても多分そうなので、まあ契約期間も、まあ、一応残り1年残ってるんで、2425シーズンまでは残ることはできるんだけれども、パリとしてもやっぱりフリーで退団されるよりもできるだけ現金化して売却したいと考えてるはずなので、ダニーロ・ペレイラ、まあ、大きなクラブからのオファーっていうのは望めないと思うんだけれども、まあ、サウジとか、まあ、もしくはもともと確かポルトにいたと思うんだけど、まあ、ポルトだったりとか、まあ、それ以外のクラブからのオファーが届けば、パリとしても望んで売却に進むんじゃないかなと思います。はい。そしてマルコ・アセンシオなんですけれども、彼もね、まあ、まだ加入して間もないので、まあ、ルイス・エンリケもいるし、まあ、退団しないんじゃないかなとは、まあ、思うところもあるんですけど、やっぱり本職右のウィング、もしくは右のインサイドっていうところで、やっぱり右にはデンベレがいますし、まあ、イガインが使われたりすることもあったりします。でなおかつ中盤に関してはもうザイルとかビティーニャっていうところがほぼ、固定で決まってるので、
レアルマドリードからこうパリに行くにあたって、まあ市場機会っていうところも考えて間違いなく移籍しているので、まあこの状況が続くようなのであれば移籍をするのではないかと。で、実際、レバークーゼンから、オファーが届いていたみたいで、アセンシオも、少し前向きに考えていたみたいな報道が出てます。やっぱりレバークーゼンだと、まあ、右のシャドウのところで使われると思うんだけれども、もうまさしくマッチすると思うんですね。まあ、ホフマンとはちょっと違う役割も担えるし、まあ、ミドルも打てるし、アシストも提供できるっていうわけなので、なおかつ監督がシャビ・アロンソ、まあ、レアル・マドリードのレジェンドでもあると。で、自分をうまく使ってくれる可能性もあるっていうことになれば、本人としても行きたがる理由はあるかなと。ただ、夏のマーケットで移籍するかとなるとちょっと難しくて、報道が出ていたのが冬なので、夏となるとやっぱりシャビ・アロンソがもうレバークーゼンからいなくなってる可能性が高いので、シャビ・アロンソがいないレバークーゼンがマルコア選手をまた取りに行くかとなると、また話は変わってくると思うんで、夏以降本当にどういったクラブがオファーを提出するかわからないけれども、まあレベルはすごく高い選手なので、まあ、ビッグクラブからのオファーっていうのは届いてくるんじゃないかなと思いますね。と、まあこのあたりですかね。エンバペ以外に、まあ、対談することが考えられる、まあ、選手となると、まあここ以外の選手となると、まあファビアン・ルイスとかももしかしたらっていう状況だと思うし、あとはハキミね。こうマンチェスターシティがこう右サイドバックのところで、まあ、人材今カイル・ウォーカーがやってるんですけど、まあ、その後継者的なね、まあ、意味合いを込めて、まあ、取るんじゃないかっていう報道も出てたりするんで、まあ、金額次第では、まあ、出ていくかもしれない。それこそ、まあ、エンバペとねめちゃくちゃ仲いいんで、エンバペが抜けるんだったらじゃあ自分もっていうことで、まあ、抜けるかもしれないので、まあ、そのあたりも一応候補には入ってくるかなとは思います。まあ、そういった、まあ、離脱を考えて、まあ、残ったスカットをベースに、まあ、4-3-3 で、スタメン組んでいきたいんですけど、まあ、ゴールキーパーはドンナルンマと多分、まあ、テナスが、まあ、控えを担うと思います。そして4バック、まあ、右はハキミで、残らなければ別の選手を取る。で、左は、ヌノメンデスと、まあ、リュカエルなんです。まあ、リュカは真ん中もできるんですけど、で真ん中は、マルキーニョス、ベラルド、そしてシュクリニアル、キンペンペと。で、中盤アンカーは、まあ、ウガルテが軸となって、モスガルドがですね、コリンチャンスから、来季加入すること決定してるんで、まあ役割的にもそこを担うのかなと。まあボランチの方が合ってると思うんですけどね。そしてインサイドでは、ザイル・エメリー、ビティーニャ、そしてファビアン・ルイスとなるかなと。まあ、ソレールがね残ることになって、右サイドバックに誰か取るっていうことになればここで使われるかもしれないですけどね。はい。そして両ワイド、右はまあデンベレと、まあ、イガインになるかなと。まあ、アセンシオが残ればアセンシオそっちで、まあ、イガインが左に回るっていうことに、ね、まあ、なるかもしれないですけど、そして左はもうバルコラがもう間違いなく軸になってくるかなと思います。はい。そしてワントップは、コロムアニということに、なってくるのかなと思いますね。はい。まあ、そういった残ったスカットに、夏のマーケットで新たな人材を加えて、スカットの層を厚くしていくということなんですけど、まずは、エンバペが抜けてしまって、その後継者を取るのかっていう、まあ、お話なんですけれども、やっぱりパリはやっぱりエンバペとい もう本当にチームの顔、もう何だったら世界の顔と、まあ、言ってもおかしくないような人材を売却することになるので、当然それに代わる、まあ、人材を取ってくるであろうと。やっぱり、リーグワンっていう、まあ、リーグは、まあ、確かに人気のあるリーグだとは思うんだけれども、やっぱり欧州四大リーグと、まあ、呼ばれている中の、まあ、一部ではなかったりするので、まあ、五大リーグっていうね、まあ、言葉もあったりしますけれども、やっぱりこうラリーガ、ブンデス、セリエア、プレミア、やっぱりこの4つのリーグがやっぱり、欧州のトップだって言われたりもしてるんで、リーグ1の注目度を高める上でも、まあ、チームの顔となれるようなこう
リーグワンにこう注目が集まったり、パリをこう見てもらえるようなこう客寄せパンダって言ったらね、ちょっと言い方は失礼ですけれども、本当にこう引きつけるような、まあ、人物がやっぱり欲しいっていうことで、噂に上がっていたのがラファエル・レオン、ビニシウス、ラッシュフォード、ハーランド、オシムヘンなんですね。でそれぞれちょっと可能性を探っていきたいんですけど、まずはラファエル・レオン、一番あり得ると思ってます。まず理由が、まあ、レオン、まあ、ミランでプレーをすることを希望してるし、ミランでこのまま継続することも十分あり得るんですけれども、彼やっぱりステップアップっていうのも間違いなく考えてるでしょうし、彼をもともとリールに連れてきたのは現パリ・サンジェルマンのスポーツダイレクターのルイス・カンポスなんですよ。でこの人物はやっぱりレオンのことを高く評価してるんで、今でもラファエル・レオンをもう一度自分が今、導いているクラブに、まあ、連れてくるっていうことを、まあ、図るであろうと。移籍金は、まあ、相当かかってくるかと思いますけれども、まあ、200億とかその金額は間違いなくいかないので、まあ、140、50ぐらいが、まあ、妥当なんじゃないかなと。この高騰しているね、移籍市場だったら、まあ、それぐらいが妥当なんじゃないかなと思うので、まあ、ミランがね、売却してくれるのかっていう話と、あとはもう本人のね、まあ、気持ち次第のところにはなってくるんですけど、まあ、ルイス・カンポスに対してラファエル・レオンはいい印象は持ってるでしょうから、もう本当にうまく進めば、まあ、彼が一番今回紹介している候補の中では一番ベストに近いんじゃないかなと、可能性的にも高いんじゃないかなと思います。そしてビニシウス、まあ、ビニシウスは、まあ、マドリーにね、エンバペが来るっていうことで、まあ、ポジション的にも、まあ、若干被るし、まあ、エンバペやっぱり7番欲しいでしょうから、まあ、ビニシウスがその7番を譲るとかいうことになれば、じゃあビニシウスが、じゃあ私出ていきますっていうことで、まあ、ほぼトレードに近いというかね、まあ、パリが、ビニシウスを取るんじゃないかなと、まあ、言われてはいると。ただ、僕はないと思います。ビニシウスは多分もうマドリーで忠誠を誓ってるし、マドリーから出ていく理由がほとんどないと。でなおかつ多分エンバペは今パリで真ん中で出てますけど、多分そのまま真ん中で使うと思うんですよ。カルロ・アンチョロッティも真ん中で使って左にビニシウスで右にロドリゴ、多分この3トップで多分行くことになると思うので、バランス取るときは多分右のウィングにバルベルデ使ったりするでしょうけども、多分まあ間違いなく、その2人の共存を生かしてくることになると思いますんで、ビニシウスは取れないであろうと。あとはもうビニシウスを取ろうとするともう200億近い金が間違いなくかかってくるんで、もう CL 取っちゃったんで、もう価値もぐんって上がってるしね、なおかつもうブラジル代表のエースなんで、まあ金額はかかるでしょうと。そしてラッシュフォード、ラッシュフォードは、まあ、ラファエル・レオンに次いで、まあ、可能性はあるかなと思ってまして、まあ、立場が今ユナイテッドで、まあ、10番背負ってて、まあ、チームの顔みたいな感じなんですけど、立場がちょっとずつ危うくなってると。まあ、練習参加をしなければならない日に、まあ、その前日にクラブに行ってどんちゃん騒ぎして体調不良を起こして練習参加しない、カップ戦出場しないとか、まあ数字面においてもユナイテッドで今シーズンいい数字を残せていない。そこに加えてマンチェスターユナイテッドは、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、イニオスグループが株式の 25% を買収して、フットボール部門を、サージ・ムラトクリフを中心とした、複数名のフロント陣で管理していくっていうことに、変わりましたので、来シーズン開幕前の夏のマーケットでユナイテッド大刷新するって言われてるんで、めちゃくちゃ大きなお金使って大刷新するって言われてるんで、ラッシュフォードもそこに該当してくる可能性があるとなると、パリとしてもまあ取りに行きたいっていうことにはなってるでしょうし、過去にもそれこそ今シーズン開幕前の夏のマーケットでも取りに行くんじゃないかっていう、まあ、話が出てたんで、まあ、オカンポスが主導で言ってるのか、もしくはね、アルキラフィーが主導で言ってるのかわからないけれども、まあ、チームの顔がやっぱり欲しいってなると、まあ、ラッシュフォードを取りに行くことにもなるのかなと。まあ、私は赤い悪魔のサポーターなんですけど、まあ、ラッシュフォード、まあ、高い金額で買い取っていただけたら、ちょっとありがたいなと思ってます。はい。そしてハーランド。
ハーランドに関してはないです。はい。マンチェスターシティで、まだ過ごして2年目ですし、まあリーグタイトルチャンピオンズリーグっていうところも併用してまだ目指している真っ最中ですし、多分ねシティから離れるっていうことになると多分次はもうバルセロナかもうレアルマドリードしかないと思います。パリサンジェルマンもすごく魅力的なクラブだし素晴らしいクラブなんですけれども、今世界最高峰と言われているプレミアリーグで戦ってタイトルとチャンピオンズリーグ取りましたと、じゃあそれ以上の環境っていうことになるともうクラブの格が上がるっていうことしかないので、パリも素晴らしいクラブなんですけれども、やっぱりレアルマドリード、バルセロナ、特にレアルマドリードはもう間違いなく世界ナンバーワンの、まあ、実績と、まあ、クラブとしての格を持っているクラブだと思うので、行くとしたらそっちかなと思います。はい。そしてオシムヘンですね。オシムヘンはハーランドに比べるとパーセンテージは上がると思います。ただ本人の気持ちがプレミアリーグに向いているって言われてるんで、プレミアで今センターフォワード欲しいチーム結構たくさんあるんで、まあ、そこからのオファーが届けば、まあ、本人も前向きに考えて移籍検討するでしょうから、もしあり得るとするのであれば、例えば今センターフォワードを求めているチームがチャンピオンズリーグの出場権を持ってなくて、獲得に乗り出している、そしてパリもオファーを出しているっていうことになると、もともとリールにもねいた選手なので、まあ、環境には適応してるでしょうから、プレミアには行きたい気持ちはあるんだけれども、まあ、チャンピオンズリーグでやっぱりプレーをしたいと、だから、パリを選ぶっていうことになる可能性はあるかなと思います。ただ条件が揃わないとちょっと厳しいんじゃないかなとは思ったりもするので、やっぱりオシムヘン過去にプレミアのねことについて話したりも結構してるんで、ちょっと難しいかなとは思います。なのでまあパーセンテージ的に言えばラファエル・レオンが一番高くて、まあ、次にラッシュフォード、まあこの辺りがベースになってくるんじゃないかなとは思いますね。はい。そしてまあセンターバックの話題なんですけれども、上がっていたのが、まあ、過去に見た名前ですね。まあ、レニー・ヨロだったり、デリフト、あとは、ジャンルカ・マンチーニと、ディエゴ・ジョレンテ、この辺りの名前が挙がってました。レニー・ヨロは、まあ、リールの、まあ、選手で、まあ、線は細いんですけど、まあ、キックも高いですしカバー力も高くて、まあ、しっかりと首振ってね、状況判断できる選手で、まあ、パリとしても、センターバック、今マルキーニョス、ベラルド、シュクリニアル、キンベンベで、キンベンベは今怪我していて、ベラルドも加入して早々ね、まあ、最近使われていてキックうまいなっていう選手ではあるんですけれども、まだ完全にね、まあ、信頼勝ち得てる選手ではないと思うんで、まあ、リーグワンの経験値を含めて、まあ、レニー・ヨルが入ればマルキニョスとコンビ組んだり、まあ、シュクリニアルとコンビ組んだりっていうこともできるでしょうから、まあ、取りに行くんじゃないかなと、まあ、マンチェスターユナイテッドが、興味示してるんじゃないかとかね、噂も出たりとか、バイエルンも確か出てたかな、あとはまあそれ以外のプレミアのクラブっていうのも、まあ、出てたりするみたいですけれども、レニー・ヨロ、まあ、フランス人ですし、まあ彼が今所属しているのがリールなんで、でパリのね紹介しましたけどスポーツダイレクターのルイス・カンポスはもともとリールにいたんで、まあ、そのコネクション使って取るっていうのは十分あり得るでしょうから、まあ、レニー・ヨロの獲得は意外と簡単に進むんじゃないかなと思ってます。そしてデリフト、デリフトは、まあ、バイエルンで、ウパメカノとキム・ミンジェがいた時はちょっと使われなかったんですけど、まあ、ウパが今怪我していて、でキム・ミンジェがアジアカップまだ絶賛戦ってるんで不在の中で、まあ、エリック・ダイヤーとコンビ組んで試合に出てるんですね。でパフォーマンスやっぱりめちゃくちゃいいんですよ。でキム・ミンジェ、ウパメカノが帰ってきた時に、まあ、使われるか使われないのかっていうところで、まあ、彼の今後の立場が変わってくるかなと思うんですけど、まあ現指揮官のトーマス・トゥヘルがまずバイエルに来季以降残ってるかも不透明なんで、契約期間もね契約した時点で2年としか結んでないので、デリフトとしても退団するかをちょっと悩んでるでしょうし、バイエルンとしてもユベントスからね、100億近いお金使って取ってきてる選手ですから、もう簡単には売却したくないと思ってるはずなんで、もうマイナス予算なんて作りたくないんでね、まあ、残すことがベースになってるんじゃないかなと思います。そしてジャンルカ・マンチーニ、ローマの、
センターバックですけれどもね、右のセンターバック、まあ、真ん中やることもあるのかな。まあ、キックも丁寧で、まあ、対人とかね、まあ、エアバトルとかも本当にどんどん伸びてきていて、まあ、イタリア代表の今後を担う、まあ、センターバックの一人ですけれども、まあ、本人も、まあ、ローマでね、プレーをするっていうことも考えてるでしょうけど、まあ、パリに行くことになれば間違いなくステップアップですし、まあ、チャンピオンズリーグにも出れますし、まあ、コミュニケーションの部分においても、まあ、ドンナルンマがいますからね、まあ、大きな問題もなさそうですから、まあ、金額次第だと思うんですけど、ローマもそこまでお金がないんでね、まあ、できればイタリア人とか売りたくないでしょうけれども、まあ、パリのオファーには断れないでしょうから、やっぱりインテルもね、シュクリニアルのオファーやっぱり断れなかったり、シュクリニアルに契約延長のオファーをね提出したとしてもやっぱり難しいっていう状況になってたぐらいですから、まあ、マンチーニも、まあ、同じような状況になってしまう可能性はあるかなと。そしてディエゴ・ジョレンテ、ディエゴ・ジョレンテね、ローマの、まあ、左のセンターバックになっている、まあ、リーズにもねいた選手ですけれども、まあ、攻守両面にバランス取れたセンターバックで本当に気が利くし、いい選手です。過去にもリーズに在籍していた時にね、まあ、私が選ぶ、なんかベストイレブンみたいなね企画でディエゴ・ジョレンテ選ばせていただいた記憶もあるんですけど、まあ、本当に、リーズ時代のパフォーマンスすごく良かったし、まあ、安定感もあったんで、でローマでもねしっかりと実績残してるみたいですし、まあ、言語的にもスペインなんで、まあルイス・エンリケとのコミュニケーションも問題ないでしょうし、まあ、スペイン人ね現時点ではすごく多いので、まあ、誰が残留するかわからないでしょうけれども、まあそういった選手を集めて、まあ、チームを作り上げていくっていうのもね、まあ、ルイス・エンリケやっていきそうな傾向があるので、まあ、可能性としてはあるかなと。なのでまあそうですね、ルイス・カンポスが主導で動けばレニーヨロになるでしょうし、まあ、ルイス・エンリケの意思が強ければ、ディエゴ・ジョレンテとかマンチーニっていうところに、まあ、なってくるんじゃないかなと思います。まあ、デリフトは多分取れないと思いますね。はい、まあ、状況次第ですけどね、デリフトは。はい、そして、まあ、中盤というところなんですけれども、まずウガルテは、まあ、軸だと思うんですよ。でただウガルテがいない時にその役割を担える人がやっぱ少ないので、まあその新加入の、モスガルドがそこできるのかっていうところもあるし、やっぱり環境めちゃくちゃ変わるんでね、こうブラジルからパリに来るわけなんで環境めちゃくちゃ変わるんで適応できるのか、まあ近くにブラジル人結構たくさんいるんでね、サポートはしてくれるでしょうけれども、まあ難しいところもあると思うんで、もしそこに誰かを取るのであれば、まあ、例えばですけどニコ・ポルトのね、こうバルセロナから、ポルトに行ったねスペイン人、まあ、彼なんかを取って、そこの層を厚くしていく、まあ、特にルイス・エンリケはね、ニコのことも多分評価してるでしょうから、取りに行っても面白いかなと思ったりはします。でインサイドに関しては、まあ、ザイル・エミリ・ビティーナが軸で、まあ、ファビアン・ルイスとカルロス・ソレルがね、まあ、本当にどうなるか次第っていうところもあるんですけど、ベルナルド・シューバをもう全力で狙ってる時あったじゃないですか。でベルナルド・シューバの場合はもういい選手すぎるんで、もうシティもゼガヒでも止めると思うんですよ。本人がもうどうしても行きたいっていうことを望まない限り多分全力で止めるんですね。で金額がもうシティとしても受け入れざるを得ないようなオファーだったらもう出すかもしれないけれども、多分とてつもない金額になると思うんですよ。もう彼の、まあ、能力とか試合での貢献度を考えたら200億なんて優に超えてもおかしくないと僕は思ってるんで、200億近辺だと僕は思ってるんでね。なのでまあパリがその予算避けるかって言われたらね、まあエンバペ出ていく分給与の部分でね予算は空くんで、まあ無理ってことはないんでしょうけど、でも他のポジションに人も取りたいっていうことを考えるとね、さすがに取れないでしょうから、まあ中盤の選手で、まあ、出場機会求めていたりとか、あとはもうパリに来ることをすごく望んでくれるような選手、まあ、どういったタイプを求めるのかちょっとわからないんだけれども、まあ、例えば、シャビ・シモンズ戻してくるとか、
まあ、ダニオルも取ってくるとかも全然ありだと思いますし、まあ、ビルツ取ってくるのも全然ありですし、ギュンドアンがね、もしバルセロナから退団することを検討しているなら取りに行くのもありですし、まあ、フレンキーとかもね、まあ、それに該当してくるでしょうし、あとはモドリッチとかね、すごくいいと思うし、うん、まあそのあたりじゃないですかね。特に今のパリは、若い選手が中盤やっぱ多いので、こう経験を持ってる選手がそんなにたくさんいないので、まあ実績積んでて、こう若い選手も導けるような中盤が欲しいと思うんで、まあモドリッチ、ギュンドアン、まあそのあたり連れてくることができれば、特にモドリッチは多分取れると思うんで、まあ契約延長の話も今ないみたいですからね、マドリード。まあパリだったら本人もね、前向きに検討してくれるでしょうから、いいんじゃないかなと思います。そしてゴールキーパー、まあ、一応ね今ドナルーマと、まあ、テナスが、まあ、来季以降は残るであろうという話はしてるんですけれども、やっぱりルイス・エンリケということを考えると、やっぱり後ろからつなぐっていうのも間違いなく作りたいと思うんですよ。となるとやっぱりドナルーマはこうスーパーセーブとかね、まあ、そういったところは、すごく能力は高いんですけれども、やっぱりキックの質っていうのは正直トップクラスとはちょっとかけ離れてる部分もちょっとあると思うし、後ろの作り方もやっぱりちょっと緩いし遅いんですよね。遅いというか動けてないこともあるぐらいなんで、ここを正直ルイス・エンリケが良しと思ってるとは思えないので、まあ誰かしら取ってきてドンナルーマ売るっていうことももしかしたらあるんじゃないかと、まあ、もしかしたらテナスがねドンナルーマからポジションを奪うっていうこともあるかもしれないですけど、ただやっぱりパリとしてもね、お金使って取ってきてる人なんで、まあ使わないっていう選択肢をしてほしくないと思ってるし、もうそれだったら売却して違う人連れてきてって思うでしょうから、まあルイス・エンリケの好みっていうことを考えると、まあ多分スペイン方面から連れてくると思うんで、まあウナイ・シモン連れてくるとか、レミロ連れてくるとか、あとは、オカンポス主導で動くんだったらミランのマイクメニャン、まあ、彼もリールですしね、元リールですから彼連れてくるとか、あとはもう若い才能かつもう両足も精度高くてシュートセービングも高くて期待値めちゃくちゃ高いっていうところを評価するならアトゥボル、フライブルグのね、まあ、若きゴールキーパーですけれども、まあ、彼連れてくるっていうのも面白いですし、まあ、あとは取りやすいっていうところがベースになると、まあ、ケパとか、あとはラムズデールとかね、まあ、こういった人材になってくるのかなと。まあ、ラムズデールはね、まあ、キックのところはめちゃくちゃうまいっていうわけではないんですけど、まあ、丁寧にはつなげるんで、でケパはね、まあ、キックはうまいですから、はい、まあ、ありっちゃありかなとは思いますね。はい、と、まあ、こんな感じで、まあ、エンバペが出ていった後、まあ、パリは補強して、まあ、来季のスカットを作っていくことに、まあ、なるんじゃないかなと思います。はい。まあ、あくまで予想なんでね、こうならないこともありえますし、僕が絶対売らないであろうと思っている選手がもしかしたら売却されるかもしれないし、まあ、本当に夏のタイミングにならないとわからないことが多いんですけれども、ただパリとしてもね、エンバペが退団したとしてもチャンピオンズリーグのタイトルっていうところは継続して目指していくでしょうし、まあリーグのタイトルっていうところも常に連覇っていうところを目指していくでしょうから、まあ妥協をしないね補強は絶対していくでしょうから、まあ注目して夏のマーケット、パリ・サンジェルマン追っていきたいなと思います。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。